てかメールには送ったし、今日15分ですって。こんばんは、こんばんは、人気の森下、こんばんは、ケンテだ、こんばんは。急な配信は確かに神溜めに1800円かける団長来た。そうなんだよね、もっとやばい話あるから本当に。もっと使っちゃった。ICH さん、こんばんは。リクリさん、ニャホー。マスクに唇書いたらマスクバレない。確かに。この、結構、確かに。ネコキンさん、こんばんは。今日さ、少し止まってた。ドラさん、こんばんは。おだやさん、こんばんは。キッチンさん、ヒーター。美人顔見るの持ってん。確かに、みんなヒューナの顔忘れないでね。ヒューナの顔忘れないで。掃除につく、なんか違うの、なんかお風呂って書いてた気がするんだよね、重曹だから入浴剤だと思って重曹選んだんだけどさ、何なんだろう。お疲れモードかな、お疲れモード、どうなんだろう、お疲れモードではないではないと言っておこう。メール、さては解約したな。くるりさん、ヒータン、明日の席決まったよ。なんで、どこ、それわかんないんだけど。王列の0番、00番。こんばんは、グッピーさん、コッポムさん、こんばんは、プチンさん、こんばんは。重曹は確かに、重曹そっちだね、確かに確かに確かに。こんばんは、カヌリさん。みんな最近人と名前が一致しないなのかな。そう、3期ってわりかしなんか個性爆発してると思うんだけど、覚えれないかな。やばい、ちょっとボサボサなんだけど。本当に重曹って炭酸水素カルシウムだっけ。わかんないの、わかんなくて。重曹が何者か。ピピンさん、こんばんは。東京特許局長さん、ヒタン、明日は真ん中見つけるね。テトリス5さん、元気もにもりし、あ、下手、明日下手真ん中の、オッケー。てか明日はリサ子が最後です、寂しい。寂しいよね。まあリサ子の卒業公演だと思い、そう、全力で務めさせていただきます。こんばんは、今日猫の日らしいね。なんかもう3期の猫の日ハッシュタグが大量に流れてきてるんじゃない。こちら炭酸水素ナトリウム、炭酸水素ナトリウムって何、体にいいのかな。てかなんか首の2個のほくろ、わかる、これ私前も言ったっけ、ほくろできるときは私2個セットなんですよ。アルフォートさん、来てくれてありがとう。忘れないよ、忘れないよ。さ、寂しいね。いや本当にそれな、寂しすぎる。ステージから見たら痒みが、そんなことないよ、そんなことないよ。お顔が見えますよ、しっかり。急に来た。明日並べる爪から見るね。待ってるよ、気をつけてきてね。袋のできるとき気がつくな。袋できる、気づいたらできてるんだけど、気づいたら2個セットでできてるの、わかる、この気づいたら2個セットでできてるっていうね。目立たないように気をつけます。目立たないようにでも目立つんじゃない、もう必然的に。シンクさん、ヒータン、ケニーさん、こんばんは。ドゥイさん、ヒータン、サンダミレイさん、ヒータン、カットさん、こんばんは。明日は6列目真ん中あたりね。オッケー、ケニーさん見つけるね。今日はレディー、何、レディース、レディースをイメージしてる。私はレディースです
ちゃんとレディースイメージして、明日の公演楽しみにしてね。してる、してて、ほんとにもう悲しいですよ私は。ね、泣くかも、泣くかもね。私はでも泣かないって決めてる。泣く、泣く、泣きはしないのかな。ただ私この前レッスンしてて思ったんだけど、梨紗子と2人で歌うパートっていうのがまあまあまあ少なくはないみたいな。他の子に比べたらまあ多い方って言ってもあれだけど、なんか梨紗子と歌うパートが多いから、なんかね、あの梨紗子の顔を見たら、ああ最後なのかとか思っちゃうのかなとか思いながら。そう、でも多分夕日がやばい気がする。夕日はやばい本当に。アトムさんこんばんは、妻のしのすけさん、ライチョウさんこんばんは、笑顔で送り出しね、笑顔で送り出したいけど、エイサクさんなんでやねん、ゆかりやんさんこんばんは。3期生が13人だったら本当に無惨様と12気づきって感じです。誰が無惨なの、姫のとこやめてね。フラさんヒーターン、明日席遠いんだよな出身地バレるよもう書いちゃってるし、来る気ないでしょ。ヒーター明日よろしくね、よろしく。クリアンコさん、ふくちゃんこんばんは、たくさんこんばんは、せっくんさんこんばんは、お疲れ様です。お疲れ様、せっくん。夕日は通常公演でも泣ける、いやそれな、マジでそれな。でもなんかあれだよ、レッスンの時からも泣きそうだった自分。梨紗子と一緒に出るんですけど、私基本あの夕日一緒に出るじゃん、あの2番目から。そう、まあ、あの時梨紗子ずっと話してるんだけど、始まってもずっと話してるから、みんな夕日が始まったら明日は私とリチャがなんか会話してるなって思っててください。もうこう本もう出る30秒前とかは行くよ行くよみたいな、えマジで行くよ行くよみたいな、もうやばいやばい、くる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 みたいな。梨紗子コールすごそう。いや本当に明日は梨紗子をね、まあ梨紗子が主役みたいなもんなので。あとさんこんばんは、なんちゃんこんばんは、夕日は客席のペンライト泣いたら。それな、でもたまにいるよね、あのオレンジじゃない方これ触れちゃいけないやつ、なんかたまにいるくない、チラホラとチラホラとあみたいな、オレンジじゃないみたいないるよね。別にいいと思いますがね、ずっと推し、おなんか君だけだよみたいな。草子さんこんばんは、元気もいい、うわラストレッスンも来るよな。そう来る、マジでやばかった。なんかしかも梨紗子と会うのが久々だったから、すごいなんか、そう、トミセさんこんばんは、エモい、それはきっと泣く。ペロンさんヒーター、僕とヤコは行きつけは全部申し込んでるけど、新千歳が伊沢美玲ってお兄さん本人になってた。え何だって何だって。確かに、まあでもなんだろう、パフォーマンス、全体のパフォーマンス力で言うと、まあね、あの私が今出てる、あの 2.5 期生さんがいる方が確かに締まって見えるのかな。揃ってるし、綺麗だし、うまいし、そういうとこは羨ましいよね。おばあさんヒーター、ビンゴの神さんなんてやねん、こんばんは。あ、ビンゴの神さん見たよ、お席一列じゃん言っていいのかなこれ、ペライト帰るのかな。あ、忘れるのは忘れてるのね、まあ、忘れ物だったら別に、まあまあまあ別に私は別に気にしないけど、
すごいね、あのステージから見ててめっちゃ目立つの。だから多分逆にペンライト変えない方がメンバーから見てもらえるんじゃないか説。あ、やばいな、私ボッサボサだね。こんなんで配信していいのかな。まあいいや。じゃあヒータンいるね。リチャーの発言で心に残っているもの、なんだろう、リチャの発言で心に残っているもの。NG すぎて。でも、なんだろう、なんか笑っちゃう思い出したら。ここでは言えないです。ひーたんも前髪ないの？前髪はどうでしょう、ないのかな。今これレッスン終わりだからボサボサっていうのもあるんですけど、わかんないですね。ないのかもしれない。いや、あるこれこの長さ。いや、だって意図せず色変わってしまう。あ、そういうことね。明日はサイレンよろしくないだってね。レイダウン楽しみにしてるんでしょ。見たよ、そんなことないよ。あ、ペンライトの電池がなくなって、あ、そういうことか。じゃあそういう事故もあるのね。そういうなんか予期せぬことが起こることもあるのね。でも逆に目立つから。すごい、なんだろう、多分メンバーから視線をいただけるんじゃない。いただける、やばい。クリスチャンさん、ひたん、たこたん、ひたん、自分に 1.5 件のブナミナイ、なんかひまちゃんとして、まあいいんじゃない、それで、それはそれで。それはそれでいいんだよ、メイル君。そして継続ということで、それもそれも。明日うちはもう楽しみ、本当に楽しみにしてるね。だからそう、絶対見つける。 B チーム僕たち公演初日以来だわ。ちょっと頻度少ないんじゃない。頻度少ないんじゃない。さっきの A の言い方がネコミームの半。私ネコミーム、リネさんの初めて見たんですよ。猫ミームっていうのが流行っ、猫ミームっていうのが流行ってるのが知らなくて。そうで、リネさんのあの猫ミームが普通に猫ミームって知らなくて、普通にあれはリネさんが作った動画として初めて見たから、そうそう、もうなんか面白くて、そう普通に面白くて笑ったけど、猫ミームって流行ってるんだね今。その猫ミームよくわかんないんだよね、そのな、何がどう、猫ミーム、何ミームって、ってミームって何、ミームって猫ミームのミームって何なんだろうみたいな。朝から見送りたいものですね。明日からの吹き取り者のラスト公演なの見どころません。とりあえずヒータンガン見します。ありがとう、嬉しいけどはずいんだけど。めっちゃはずいんだけど。あのアフロが見れるのか、久しぶりに。フラピチーノさんだよね、イシちゃん、こんばんは。あるの、初日迎えてない、早く迎えるよ。ゆうちゃんぽさん素晴らしい。いや本当にそれな、面白い、あれ本当に。ゆねたんのセンスやばいね、本当に。ネコミーム知らないよね、私も知らなくて流行ってるの。今もうすごい、そう、 X がネコミームだらけで、何なんだろうと思って。そう、あ、15分来たので私はもうちょっとそろそろここで退散するんですけど、皆さんも早く寝てください。明日から連休なのかな。ってことで、そう、ヒロシャリアの動画のまんま。確かにあれか、ワヨビンゴさんの動画見ます。で、髪もかけてる、そういうことかな。とりあえずペンライトの天井にぶつけて、やばいね、おしましあるある。確かに、はい、ありがとう、こちらこそ。余熱版何それ。ネコミームのネタ OK ってことで読みたいと思います。チエさん、イラマラ姫さん、12位タケシーさん、11位ヒラリンハットさん、10位イナくん、ありがとう。9位がセイくん、8位が豊中のヒロさん、7位がユーユーユーさん、ありがとうございます。6位がイッくん、5位がツボのしんのすけさん、ありがとうございます。4位がナンカオさん、3位がユーさん、ありがとう。2位が福ちゃん、1位が星、ありがとう星。ってことで明日会いましょうね。明日
来られる方は気をつけて来てください。待ってます。ひーたん明日よろしくね。待ってるよ。ゆうさんありがとう。こちらこそ。お疲れ様。じゃあねみんな、おやすみなさい。バイバーイ。姫ミーも作りたいです。作ってよ私ちょっとよくわかんないから作ってね、まみちゃん。じゃあバイバーイ、おやすみなさーい。